プロレスニューススペシャル。そんな形になりました。いいリフトアップです。選手が立ち上がこのマラダシの2人の明日の全日本を担う、はい、この2人の様子を守っています。この後放送
背中を引き上げた。右手に打ちをました。いや、また小さくなっちゃうんですね。一進一退の攻防。いや、中で右肩を当てました。今度ハプニングでびっくりしましたね。びっくりしましたよ。こっちが主音声の放送でくださって間違えてらっしゃいます。一緒試合ですね。厳しい表情です。精神力の戦いになりました。でも大きかったでしょう。大きかった、ね、嬉しくなっちゃいました今。バックにバック、あ、いやいや、ビテーコ座り、ロープに出して、はぁー、ビッグトビアキラ、そしてバックに窓のバックのトビックラップ、アテミックラップ、そしてここで投げる、パンチを打っていくこの小橋健太、彼を一番怒らせるのは自分ですという自負していますという小橋健太。鬼のような働きがまた始まるか。顔が真っ赤になって動かして、あらららら、しかし反撃をさせない。武器になって一瞬で虹が出てきた。出てきません。今日の小橋は相手のことをよく見ている。さあさあ、スーパーレスに行った。アウトは強い。そしてジャマンカーエリコンタッチスルーと投げた。押すのも危ない。押すのも危ない。この辺りは息です。これ30分の一本勝負として切れなさい。全日本のエース争いと言っても過言ではないでしょう。さあ今度は横から抱きまして左のヘッドロック、サイドのヘッドロックだ。さあこのバックロックに切り替えた。バックロックだ。バックロックをかかれる小橋健太がカバーに行けない。選択三振いっぱいですね。かけてる方がちょっとでも甘いと小橋はそこをついてきますよね。ということは今の締めもちょっと痛そうなんですけど、そんなことないでしょうかね。かけてるはこれがかけるよっていう心の整理がありますからね。やはりあの対ハンセンとの一瞬先相手のマッチ、あれだけの攻撃を受けながら足を痛められながら反撃をしました。ジャマンか、ジャマンか、スープレックスのホールド。これはどうか。カウント2 25分経過、25分かかりましたよ。あと5分です。武井さん、次期エース候補同士が25分の熱き戦い、このまま引き分けてしまうんでしょうか。はい、自分たちの戦い模様に上り詰めてますね。そうですね。決算しましたよ。体格的にはテレビを争っています。しかし、あ、今それを微塵も感じさせません。力負けしていません。あ、こちらの前で小橋蹴った。今日は場外戦を有効に使っている両選手。さあ、ゲース候補両選手、リンゴ選手、上で勝負というところです。そうですか。いや、やった。優勢なのは小橋、優勢なのは小橋。両方が取ってダブルアームを撃ち、また言っていました。全部技を出しました。相手の本当の勝負だ。ここで残りは体が残りません。
ッチに乗ってるよ。この戦い終わるんでしょうか。キャメルクラッチ、ほら、アゴンと拳持ち上げてどうでしょうか。これは終わらないですね。はい、できないですね。しかしこれも返していこうという、飛ばし蹴った、さあ返した、固め技にいった、カウント2です。あとの3分どう戦う両選手。マッチで先に起き上がったのは小橋健太です。シングルマッチでもこれだけやってるんですからね。辛い人生ですよね。強さとは、解き放たれるだけではありません。耐え忍ぶ強さもあります。今度はどちらがこの胸突きアッチをこらえるか。広島ドロップ、小橋健太どうだ。ボールド今和田君フィフィーの指が一瞬腰へ飛びましたね。今ね、もう一回ムーソン出ましたね。どうでしょうね、さっき肩にダメージを負いましたからね。残り時間2分であります。いやー、驚きました。コブラツイストに行く。さあ、ローリングクレイドルもあるぞ。押してった、ね、普通4回転空襲回ったという、そしてゴール奪ったというローリングクレイドルもあるが、この張り具合、タウのこらえ方どうでしょう。このまま時間切れを迎えてしまうんでしょうか。左足はフックされてませんけどね、これやっぱりしょうがないですよ。やっぱり左足ちょっと上がりますからね。わかりました。これを投げを打ってかわしました。今の決めは上がりましたね。最後に立っているのは、最後に勝ち取りを受けるのはどちらでしょうか。小橋か、田植えか。小橋健太24歳、田植えが30歳、ローリングクレイドル、対戦ユリー姿で目が回るよ。青春も回っているんだね。青春のローリングストーンだ。こんばんは。日本列島夏本番、皆様方にはいかがお過ごしでしょうか。今日の放送では副音声のゲストに生稲晃子さんを再びお迎えして、プロレスがちょっとだけ分かり始めた人のためのプロレス実況解説をお送りしております。栄えある副音声1回目のゲスト生稲晃子さんにまた会えるとあって、当日は私そして川田選手ともども心がググッとジャストミートしてしまいました。それでは例によってその触りをちょっとご覧ください。足をバタバタしましょうね。さあ、押し出して、あ、飛びよう飛びよう、飛びよう、よく見て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 、ポッター飛んだわな、こちゃん。飛んだ。でも今着地の時失敗したところ、いいリフトアップです。円錐切り、はい、さあこちらの、はい、今ジャイアンの田中さんどうしてもいらっしゃいます。私こんなに身近で 見るの初めてなんですけど、あくちゃんの目線の前に馬場さんのお尻がありますからね。大きい、起きる人背中が大きいよね。あの馬場さん右手にうちわ持ってるから、あ、本当だ、うちわがあんなにちっちゃくなっちゃうんですね。可愛らしいですね、ね、いや大きい馬場さん。場外に来ちゃったらちょっと注目しようね。あらあら、放送ちょっと椅子濡れちゃったからね。
いや、ちょっと大丈夫ですか。いやー、驚きましたね。最後の試合まで持たないかもしれない。どうしてこんなに。これ結構ね、この服も暑いんですよ。そう。これも裏地がこう。あるから。少し悪い。バレたなんか届くじゃないですか。ちょっと当たり合った力というのは見てましても、カンナムだけではありませんね。やっぱり最強タッグさんの出場経験もありますしね。ジョディーとあたりとやってても全然体の大きさの違いが感じませんね。この押せ押せでありますからね。彼は普通ね、カウント3が入ってくるこの相撲で引き相撲がない、こう押せ押せの指さすね。そうですね、強気の押し相撲ですね。こうやってるんですよ、ゴムの押し癖がありますね。ちょっとアイドルかなみたいな、その辺首をひねって何があるか、かわいいですね。さあ、これカナディアンバックブレイカー、カナディアンバックブレイカーかなと思いますね。それでスピンしますね、スピンスピンする入り出して、落とすんだ、落とす。これはかなりインパクトもあります。カウント2です。さあ合体プレーですよ。ストラットが投げて、まだスラリアット、そしてこれなんて言わせたっけ、ギロチンドロップ、ギロチンナムにも少しずつ連携が出てまいりました。覚えた覚えた、ね、竹下さんがだいぶ分かってまいりました。プロレスがちょっとだけ分かり始めたためのプロレス実況会同士、前回からちょっとね、レベル上げたい、知らないものを出していく。さあ、エンズイラリアット、エンズイにやったラリアットですね。エンズイにやった最近これ流行り技の傾向が有効かもしれませんね。勝負どころになったらそれが有効になってくるでしょうね。まずどれだけ勝ちとります。両チームどれだけ研究していますか。今日はね、非連携ですよね。そうですね、このハチマキ持ってきました。ジャストミートハチマキ持ってきましたね。さあ、今度はマックを取って1枚です。からサウボールに入ります。嬉しいですね。これいわゆるですね、信者用の肩を決めています。信者用のジャストミートハチマキ、サウボールですね。今僕がしてるのこれ競争様用です。カメラとか競争様用です。信者用なんですよ。先ほど、はい、いい足は決まってないんですよね。あ、はい、決まってるように見えますけど、ね、足はそんなに決まってません。なるほど、肩関節ですか。そうですね、はい、10分が経過しました。耳には耳に触っちゃいましたね。はい、まず手つかないでくださいね。はい、スタンディングポジションを取ります。それではラリアット、ジャストミートカップルなんで非常にタイミングが決まる、はい、いいラリアット。ああ、対角線、今度は水平です。奏でる肉体パフォーマンス、汗が渋くなります。ヒットで回避だった。パース、パーイジですよ。大柄のキック、ありがとう、ありがとう。押し倒すという感じのありがとうです。間に合いますね。そしてフィニッシュ、パーイジング、キック出てほしいな。キック2連発。だから今度ね、空中サポート、どういう風に分断しますか。ジャストミートと言いました。まだクロワットはエプロンにいる。スピンキック。皆さん、私のリングネーム覚えてますか。クイナ、フルントラップ、ね、ロファットの株を奪うようなキック攻撃ですね。そうですよね。エプロンにいるクロファットもこれは意識していることでしょう。はい、そしてさあ、身の軽いジャッ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 ジャリーブラック、うまい、うまい合体だ。そしてリーブラックの援護を受けてディリティでカウントは入れ替えします。こういう連携も考えてますよね。阿波さん、非常に地味に見えるんですが、これは非常に有効と見ていいですね。そうですね、ですからカルナもこんなそのチームワークのいいチームがね、若い女性ファンが増えましたからね。今お酒を奪われてるようなね。フロントのスープレックス、フロントのスープレックス一つ返す。明らかにカンナエクスプレスを押されています。カップルで見に来てる、そういう序盤戦です。デートのね、一つとしてね、立ち枠を早くしました。入ってますね。カンナエクスプレス、デリットをかわしました。キックかわしました。スピンキックかわしました。何だ、何だ、何だ、相打ち、セルブル、両方相打ちですね。これはこの辺りは研究の後です。両チームですね、このシリーズの移動中ですね、ファーナス選手はいわゆるビデオカメラあるでしょう、はい、あれでこの地方会場に行って、ロッカーの試合を映して研究している、
何でもこのブレの少ない最初の VTR だそうです。ソファーラスが今カットカット、そろそろ両チームの合体技が出てまいりました。そしてリオの動きでさあタイガードライバーかな、タイガードライバーの前にまずビリブラックを交換、その間にラリアット打ったタイガードライバー、そしてタイガードライバー、これが今日はダッシュにつながりますかどうか、逆転ダッシュなのかどうか、さあここを落とすんです。この新技数えるうちにやめればいいんですよね。素晴らしいですね。そうなんです。セカンドロープからサードロープ、さあ今度はどうするの、狙いを定めてきた、膝を当てられた、これは痛いですよ。復活してしまいましたね。ジョブトットが実力者でしたからね。うまい剣山カットでしたね。ボディスラム、さあそしてビリバックが出るか、この後はね、今日も中継ができるところって言われてる、ムーンソルト、これがムーンソルト、やりましたよね。ベルトを脱出しただけでは、はい、うん、ウーソルトアタック場外版でした。今日はモーンソルトプレス、黒いもんがね、2階の石のカットカンナのエクスプレスであります。そしてダブルの攻撃、クロスラインはかわされる、カウンターのダブルタックルかわされた、一方のフォーが見込んだ、フォーは気がつかない、カウント2です。スモールパッケージ目が離せません。本当に固めてもいいですね。あのコンビリーストしちゃうみたいな声も飛んでいます。技にもいろいろある、面白い名前があるんですよね。さあこれはどうだ、ラリアット、肩をつけた、カバー勢いが待って、クロワットも取ってカウント2、さあ今クロワットも、さあ場外でやられてきた、これはチャンスですよ、これどちらのチームにとってもチャンスですね。さあ分担しました、その間に試合の権利のあるラグファーナスのリリーブラック、さあ
位な愛子さん、今日は星脇選手の胴から放球が送られました。表情は変わりません、河原星脇。さあ、いよいよ本日のメインイベントだ。何回も出てきそうですね。
やっぱりうまいですよね。いくつも持っています。武田ボーイズが親子のスペードに入りました。今のも足で一緒にダメだったか10ダメだね。対空時間をつけてプレス脳天をヒットしている。ここまで来るとね、球児の頑張りに本当に足が飛んでいます。見入っちゃって行ってしまいますよね。はい、さあこの借りは返したい。菊池小川が出てまいりました。鶴田両の足小川はタッチワークが非常に速い。ミルワホールアイルドライバー2連発になりました。日本語で5点クリア。目に覚める。ほら返せっていう三沢の大きな声。ドリルアホールドリル。そしてうなるような川の激励。あだよね。決心届いているでしょうか。一つのドリルアホール穴を掘る。6分飛ばしてラリアットちょっと不十分ですが、そのままこれはこれを狙っていたか。同時目スリーパースリーパーホール。これは国境的な間違いよ。これはサードローと考えております。ジャンボのタッチです。ジャンボさんまだあんまり目立ってないですね。これからです。他の選手が今度はどんどん攻めだ。おい今、足を上げた。待ち受ける。いや、小川が逆。ミサイルが今のペース。エルボが
チョーズライチョーズです。だんだん胸が出てきた。ゴール前のジャンプ来るか。さあ、タイガードライバーチャンスだ。これも淵がカットする。これはチョーズライチョーズ大チャンス。今タイガードライバー、しかしジャンプ繰り出している。カード、カードを動かした。カードをカットした。そして淵がカード選手、背中のしぶきだ。スーターご覧のようにカードをカットしておりました。まだ頑張ればさあ、淵がトップロープだ。トップロープ淵が行くぞ。キックキック。ストリートまではあと一歩でありました。カエルボー突き上げる。そしてロープに振る。カウンターのキック。そしてフィッシャーマンズスープレックス。アミューキックバック固めた。漁師さんが波を投げるね。そこからイメージで、まだ波打ち型ね。フィッシャーマンズスープレックスだね。バックに回した。しかし応えている。ポテンションを確保としている。さあジュニアドスタ対決だ。そしてミサが出る。ジャマン打たせたミサマン。まさかの1球も打ち上がったの。
最大の根性といいますか、疲れ、選手が取った後の疲れという。